こんにちは、カンノです。今日はですね、ジャガードのタオル、オリジナルタオルのですね、品質について説明させていただきたいと思います。よくね、コンサートなんかで売られている商品はシャーリングの、プリントの生地のやつが多いんですけども、よくスポーツメーカーさんですね、ナイキとかアディダスさんとか、大手のメーカーさんなんかがよく使われる、よく販売しているタオル、スポーツタオルで販売されているんですけども、やっぱ何千円とするタオルなんですけどもね、それがこのケチガイのジャガードっていう部分になりますね。特徴はというと、裏表パイルなんですね。シャーリングの場合はこのパイルをカットしてプリントを載せるんですけども、ケチガイのジャガードの場合は裏表パイルです。どういうことかというと、やっぱりその汗を吸いやすいんですよね。水分を吸収しやすいっていうのがこれの生地の特徴になるんですけども、裏表色がね、反転してるんですよね。赤いところが黒になり、黒のところが赤になるっていうのが裏表のこの反転、これがケチガイのジャガーの特徴なんですね。で、やっぱり非常に高級なもんで、何が高級や、なぜ高級かっていうとですね、色糸をね、染めていくんですね。ご希望の色に染めてから、機械に糸巻きでくりくりくりと巻いて、で折っていくという作業になります。ということは時間がかかるのと、コストがかかるんですね。時間かかるイコールコストですから、コストがかかってくる、やっぱ値段が高くなる、で時間もかかるということで、やっぱり一番高級なんですね。で枚数も言われるんですね。ですから、もし、お作りになられたい場合も、私どもに言っていただいて全然問題ないんでね、だいたい100枚ぐらいから作れます。100枚ぐらいから作れます。プリントと遜色ない、枚数で作れたりしますので、ぜひね、そのあたりデザインと一緒に合わせてご相談いただくのが間違いない方法やと思います。ぜひ一度お問い合わせください。よろしくお願いします。